今日は滋賀県大津市の、長良山と大阪山を登ろうと思います。琵琶湖が見たいです。お、はい、王子ヶ丘公園の駐車場に、停めさせていただいております。はい、ではこの桜並木のところから、スタートします。はい、階段を登ったら、桜が見事ですね。とても、綺麗です。はい、では、早尾神社の方に向かいます。はい、この赤い橋を渡ります。では早尾神社お参りさせていただきます。はい、山上不動尊も寄ります。はい、はい、では、進んでいきます。はい、案内板が出てきました。長良山方面向かいます。ここから上りですね。二股に分かれますが、右の方で行きます。はい、登っていきます。はい、ここまで登ったら、幅広い道で歩きやすいところ出ました。さすが人気のお山ですね。はい、竹林ゾーンになります。緑が鮮やかですね。はい、看板です。ゆるい急とあります。なお弓はゆるい坂で行きます。はい、ゆるいを選んだこの道どうですか。こちらの山も、道が、結構多岐にわたってますのでね、結局は一緒のところに出るみたいです。山アップで確認いただけるとありがたいです。だいぶ高くなってきました。標高ですね。
はい、道中琵琶湖が見えました。初琵琶湖です。もう少し歩くと長良川、長良山テラスに着きますね。はい、看板出てきました。長良山テラスの方に向かいます。はい、テラスに、到着ですね。はい、比叡山が見えます。また大きな岩、仙石岩ありますね。はい、長良川テラスまで約1時間で来ております。はい、では長良山テラスから長良山山頂を目指して歩いていきます。壮大な琵琶湖が見れて、ハッピーです。はい、テラスから琵琶湖が見える、壮大だ。はい、馬の背みたいに、歩きやすい道ですね。はい、ゴルフ場の隣を歩きます。はい、しばらくゴルフ場の横を歩いております。はい、ここに長良山の三角点があります。370メートルの地点です。ここからも、琵琶湖が、見えます。では改めて長良山山頂に向かいます。良い道が続きます。さあ、ちょっと上りになりますね。長良山山頂に向かっております。はい、案内板が出てきましたね。ちょっと見ましょうか。はい、如意ヶ岳と長良山なんですね。私たちは長良山方面に行きます。この山、とっても鳥が鳴いてて、気分がいいです。はい、下りがちょっと急になってきましたが、ロープがあるから安心ですね。この辺急ですね。ロープがないとちょっと怖いぐらいです。はい、ここは椿がたくさんあって、トンネルのようですね。
満開だと綺麗でしょうね。はい、椿を見た後は、上りになります。はい、看板が出てきました。流山山頂方面向かいます。はい、長良山の山頂に、着きましたね。はい、長良山354m到着です。駐車場から1時間40分で着きました。やりました。はい、山頂からも琵琶湖が綺麗に見えます。すごいすごい。はい、では、山頂から今度は、大阪山の方へ向かおうと思います。はい、標識まで戻りました。では三井寺方面に向かいます。はい、長良山からは下りになります。結局がなくてまたいい道です。はい、お地蔵様、綺麗なおべべを着てられますね。なんかちご石と書いてあります。砂地の下りはつま先で小股で行きます。はい、ちょっと砂地は滑りやすいですから、気をつけて歩いております。またちょっとスリリングな、滑りやすい道になっております。ゆみちゃん頑張れ。頑張って。はい、無事通過です。はい、結構下っておりますね。はい、ここに団子石がありました。美味しそうですね。はい、団子石から、また降りております。この変な看板もありました。はい、案内板です。結構いろいろ書いてありますが、私たちは小関峠の方に向かいます。Thank you.
い、ここに看板がまた新たに関峠方面、矢印ありますね。こちらまた上りが続きます。こんな坂、やんな坂、小関峠結構登るよ、大変だ。はい、分岐がこの火の用心のところにあります。この案内板を見たら、小関峠の方を向かいます。はい、素敵な木々ですね。沢もあって、素敵な登山道ですね。素敵ですね。はい、いい道ですよ。はい、アスファルトの道が前方に見えてきました。ここが峠になりますかね。はい、一旦アスファルトに降ります。はい、この道はあの道、この道や散歩道とありますね。三井寺にもつながっているみたいです。はい、うん、はい、はい、ガードレールの横から登ってきます。かなり降りたので、結構登らないといけないでしょうね。はい、大阪山まで、どんどん上がっていきますね。はい、鉄塔が見えてきました。ずっとの鳥のさえずりも聞けますしね。本当にリラックスして歩ける道です。はい、大阪山の前にこんな素敵なところがありました。すごい。はい、今日のランチタイムとおやつです。味付け牛肉と、京ラー油ふりかけ、そしてミルキーゆうこの生八つ橋です。いただきます。はい、ミルキーの八つ橋食べてみます。ミルキー味かな。うん、牛乳っぽくてミルキー美味しいです。ごちそうさまでした。
最高の休憩スポットでした。はい、先ほどの休憩所からすぐのとこで、はい、大阪山325m到着です。やりました。駐車場からここまで3時間30分です。それでは今から長良公園を目指します。はい、尾根でとても歩きやすいですね。遊びもあるし、いいところですね。はい、この火の用心の看板のところ右に行きますと、山科方面の景色が見えてきます。はい、京都側の、景色になります。はい、ではまた再び長良公園を目指します。はい、下りになります。はい、この看板が出てきました。ではここの道をこのように角度急に、左から今来たんですけどね、それをこちらに行きます。長良公園の前に、兜山に寄ります。兜山までの道も、どうですか。とてもいい道で歩きやすいです。はい、ではこの自然観察ステージの方に向かいます。はい、ここにあの道、この道、散歩道とありますね。では行きます。はい、ではここ登って兜山になります。はい、兜山3つ目の山ですね。227m到着です。やりました。ここに大津城合戦の西軍長良山陣城跡とあります。また伏見、兜稲荷古墳公園部ともあります。はい、では階段を降りて元の、道に戻り、長良公園を目指します。これを降りると桜広場になるかと思います。降りたらこの案内がありました。はい、では桜公園です。はい、こんな感じですね。はい、桜公園の由来、大きな桜の木がありました。
不動明王さんのところまで降りてきました。長良山不動明王とあります。桜が、綺麗、満開です。では三井寺方面に行きながら、駐車場の方へ戻ります。三井寺前の桜も、とても綺麗です。はい、三井寺の総門ですね。立派ですね。では、下道で、駐車場へ戻っていきます。道中も桜があって綺麗です。はい、駐車場まで戻ってきました。今日は5時間30分のハイキングでした。楽しかったです。ありがとうございます。